はい、ちょっと恥ずかしいですけど、まあ、僕毎回会見の時はオーダーのイタリアの生地使ったオーダーのスーツを着てきてるんですけど、まあ、今日も神聖な場所ってことで、スーツで決めさせてもらったんですけど、まあ、ちょっとシャツは暑いんで下はタンクトップで、何の発表なんだろうこれはっていう感じで、かっこよく、僕には僕の見せ方があると思ってるんで、まあ、今回の試合も入場からこだわりますし、会場入りからかっこいいスーツで登場して、スターな部分っていうのを見せて、僕にはね今実力が全然追いついてきてないと思うんで、今実力を、まあ、去年の年末悔しい思いしてから、かなり練習頑張ってきたんで、実力がどんどんついて強くなって、さらにかっこいい姿っていうのを見せて、本当に第一試合目から会場をしっかり沸かして、この間のザ・マッチよりも盛り上がってんじゃねえのって言ってくれる人がね、いたら嬉しいなと思ってるんで、しっかりそこに向けて、これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫ですか？